入っといて。入った。入っちゃう。おお、できた。はい、OK。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おはよう、おはよう、おはよう、ポンちゃん、ポンちゃん、おしっぽをピュー、おしっぽをピュー、おしっぽをピュー、なんだ、なんだ。ポンちゃん、おしっぽー、おしっぽー、ピン、おしっぽー、ピン、おしっぽー、ピン。ポンちゃん、ポンちゃん。わーわー。ポンちゃん、昨日の夜さ、すごいジャン君みたいに高い声で一回泣いたよ。そう、うん、ジャン君かと思ったら、ふって見たらポンちゃんだった。ポンちゃんもやればできるんだね。まあね、政府からのお願いでクーラーの冷房のテスト試運転をしてくださいという不思議なお願いがテレビでありました。なぜかというと、今のうちにクーラーが、いや冷房、エアコンの冷房が動くかどうかをチェックしてくださいと。じゃないと本当に必要になった時にみんな、殺到して、エアコンが故障していることにその時に気づいて、梅雨の入り口ぐらいですね、その時に修理の依頼が、一気になって、修理に何週間もかかるようになると熱中症が増えるんだそうです。多分去年そんなことがあったんでしょう。なので今のうちに冷房のチェック、冷房を動かしてみてくださいね、ということ。え、でも窓開いてるよ。動くかどうかだけだから。だって寒くしちゃう、寒いじゃん。はい、冷房オン。真面目だね、うちは。コロナで家から出るなって言ったら本気で出なくて太っちゃったし、真面目です。散歩くらい出ても良さそうだったけど、ね、いや出ないでって言うんだもん。でもお買い物行かなきゃいけないんだよね。だから僕だけでも、そしたら体が重くてしょうがないので最近ちょっとダンベルを始めています。でも政府がダンベルを始めてくださいって言わないのに始めていいんでしょうか。なんだこれ。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はい、いい子だね。ポンちゃん、いい子ね、ポンちゃんもね。地域では熱帯氷が降ったというが、それがなぜ砂漠を流れたのか。京都大学の水野教授、テレビの音が入っちゃってるけどね。はい、止めましたよ。はい、かわいい、ジャン君。起きたのね。起きたよ。僕
こ来たよ。じゃんくん。ねえ、じゃんくん。はい。はい。うん。ほら。うん。うん。うん。2本でブラッシング。じゃんくん、じゃんくん。気持ちいい、気持ちいい。ねえ、こっち側のほっぺ。ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ多いよ。うん、気持ちいいね、ジャン君。うん、ぐるぐるいっています。めっちゃぐるぐるいっております。ジャン君。いいね、ジャン君。あ、テレビが UFO になったから飛べるね、ジャン君。ポンちゃん、はい、ポンちゃんおいで、はい、はい、ポンちゃん、うん、はい、はい、ポンちゃん、はい、はい、はい。はい、すぐそこにいるんだけどね、多分そこのあそこにいるってことだよね、うん、階段のところの近く。ポンちゃん、ポンちゃん帰っておいで。あ、来た、ポンちゃん、うん、はい、おかえり、おかえり。ジャン君が一応行ったので遊んでもらえるかなと思ってたんだよねどうか、はい、はい、遊んでもらえませんでしたのね。はい、そして人間を遊ばせようと思っているね。ポンちゃん、はい、はい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 、そしてジャン君かよ、ジャン君なのかよ。うん、どうすかどうすか、どうしようかどうしようか、うん、うん、うん、ねえ、面白い、はい、ぽんちゃん、ちょっと短いんだよね、これ。ぽんちゃん、はい、見えないかな、来た、はい、来たはい、ジャン君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 、ポンちゃんが来たから逃げたジャン君、ポンちゃんは勢いにいつも逃げてしまうジャン君です。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、一緒に走りたいよね、ポンちゃんね。ポンちゃん、終わりなの？終わりですか、終わりですか、うん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 、このふさふさの長いのはどうかな、ふふ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 ふ
終了ですか。終了なんですね。いいんですね。まったりですか。うん、暗すぎて見えないかな。あもちゃん。届かないんだよな。台に乗るか。おいで。もうちょっとこっちおいで。はい。はいはい。ジャン君まで甘え始めてますよ。はい。わかりました。そっちも行きます。はい。ジャン君。ジャン君はこっち。呼び込みたいわけね、うん、そういうことだよね、うん、でもあ、ポンちゃん来た、ポンちゃん来た、来た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 、よし、二人で行く行く、はい行く行く、